ちなみに私のボディは肉感的なので、おそらくスーツケースには収まりきらないと思います。以上、ニュースをお伝えいたしました。こんにちは、世界のニュースをお伝えいたします。猫と赤ちゃんがぴったり収まるスーツケース収納術。とても仲の良い赤ちゃんと猫。赤ちゃんは猫がすることを真似したがるようで、狭いところが好きな猫がスーツケースに入ると赤ちゃんも入ってきました。するとどうでしょう。ぴったり1人と1匹が収まるサイズ感。これはすっきり収納大好き属性の人にもたまらない構図なのかもしれません。ロシア・トベール州で暮らす赤ちゃんと猫はとっても仲良し。何をするにもどこに行くにも一緒が良いらしいです。赤ちゃんは猫のやることを真似する時期に入ったようで、猫がスーツケースに入っていたところ、自分も中に入ってきました。このままスーツケースを閉めたら持ち運べそうな気配すらある写真ですが、さすがにちょっとね、苦しいので、もう絶対それはやめてください。ちなみに私が以前視聴したテレビ番組の中で、明石家さんまさんがマスコミに恋人とのツーショットを撮られないために、大きなスーツケースの中に恋人を入れて運んでいたとテレビでお話しされていました。それを見て、さんまさんってすごいスレンダーな人がタイプなのかなと思いました。ちなみに私のボディは肉感的なので、おそらくスーツケースには収まりきらないと思います。以上、ニュースをお伝えいたしました。
Thank you.